さあやってまいりましょう。手持ちのつむすべて紹介し終えるまで終われません。続きましては、俺様はティガスカイチのトラウっていう感じでやってまいりましょう。はい、ね、ティガの登場シーンはね、なかなかアクティブな感じでしたよね。初めて登場シーンはなんか雨が強い、なんか台風かなんかが来てる日だった、嵐かだったかなんだったか忘れたけどね、なんかプーさんの家のねドアを突き破って飛び込んできて、でプーさんのまん丸の中の上にポコーンと乗ってね、俺はティガーだぜうーっていうシーンだったよね。あれ、俺記憶違ってたら、あ、めっちゃ恥ずかしいんだけど、確かそんな感じだった気がする。うん、でティガのいい点はね、そのツムのねいるポジションに関係なくランダムで消してくれるから、絶対10個っていうの固定されているところが良かったりしますよね。うん、運が良かったらタイムボムとかね、経験値ボム、スターボムって言ったらいいのかな、出てくれたりするから、その点はその他のハピネスツムとかと違って、なんかこのポジションにないと、なんか真ん中とか横一列が揃ってないととかって、そういう、いう状況に応じてっていうのは必要ないんでね、そういう意味では点数自体は稼ぎやすいかもしれない。うん、よいしょ。あ、ちょ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 。てるて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 るてて。なんかあれだね。困ったら歌うっていう、なんかすごい苦し紛れな感じをなんとかしたいね。いやー、フリートーク力ないね、ほんとね。なんでみんなこう実況者の皆さんってあんな感じ面白く喋れたりとかさ、それからさ次々次々と発想が出てきたりとかってのがあるんだよね。ああいうのってなんか事前に仕込んでるのかな、ちょっとやっぱもう慣れてきたからこそのなんかフリートーク力なのか。いやー、もうとにかくもう尊敬でしかないって感じだな。うん、いやー、ね、なんかねバイオとか新しいの始まるから、またちょっとその前に直前に去年出たRE3 でも実況し直してみようかななんて思ったりするんだけどね。まあそんな話は置いといて、以上でティガ終わりでございます。ということでまた次回お会いしましょう。バイバイ。